はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルフィッシュです。ファミスタクライマックスドリームペナント6周目、続きをプレイしていきましょうということで、まずは恒例のファミダスですね。引いていきましょうか。コンピューター強いにしてから多少やっぱり今までよりもコンピューターが歯ごたえのある感じにはなってきてますんで、まあ、それをね、しっかり倒しながらドリームペナント6周目、まあ、一応この6周目を最終回と位置づけてますんで、この最終回も有終の美で飾っていきたいと思っています。でもうね、カードというか選手は基本的に全部金色で固めている状態にはなってるんで、カード出てくるカードもね、当然金色を期待するんですが、サファテか。いやー、サファテもいいよなー。こうなると、抑えを誰にするかっていうのもちょっともう一度検討だな。サファテを抑えにしてもいいですからね。じゃあちょっとスタメンをね、またちょっと見ていきましょう。で、サファテ、あとは内川ですね。前回最後にお話していた角中、1番角中のところに、違う選手、外野手を入れていくっていう、まあ、オーダーをいじる行為をちょっと見ていきたいなと思っています。で、角中のところなんですが、誰かいるかというと、まずは内川、外野守れるね。じゃあ内川に一旦変えて、内川よりもいいのが誰かいるかというところですね。まあ、T 岡田だったら内川かなという感じですよね。ただ T 岡田の方が肩とかはいいんだ。で、内川は逆にサブ守備は低いといえば低いわけね。ちょっとこの辺りはもう一度見極めが必要かな。そしたら。そしたら角中そのままの方がいいのかな。もしかしたらバランスを見るとね、角中の方が。ちょっとじゃあ角中そのまま据え置きにしましょう。で、どちらかというと控え投手の方で今マーティンにしてるここをサファテに変えるかどうかだな。どっちがいいか。まあ9位はサファテ、ただ総合力で見るとマーティンでいいかな。マーティンにしましょう。で、角中もそのままスタメン起用。ああ、内川になっちゃってますね、今。なので、ちょっとそこを角中に戻しましょう。あそこでね、ロッテの荻野の金とかが出てくると、もう申し分ない、完璧なスターティングオーダーが組めるんですけどね。角中が足がもうちょっとあればね。千葉県人としてはやっぱりロッテの選手も1人入れましょうということで、これでいきましょう。ベイスターズ先発は石田。角中のあたりは切れていきます。これはチェンジアップですね。ちょっと上がりすぎかな。梶谷が落下点。今の菊池の当たりも当たりは悪くなかったんですけどね。糸井はセンター前の、まあ、センター前っていうのかな、まあ、ツーベースですね。
畠山の当たりはセカンドエリアンが抑えて3アウトで、ここは先発バンデンバークですね。まずは1番桑原を空振り三振。梶谷は肩も守備もさすがにいいですね。ロペスの当たりはちょっとヒヤッとしましたが上がりすぎですね。これで3アウト。ちょっと見極めるべきボール でしたね。そしてこれは曲げてくる。そう考えると結構この石田打ちにくいですね。まあここまでまだ打者5人目ですけど。そしてレアード、レアードはね4番も任せられますからね。正直言って入るね。よし、エリアのところによく飛ぶな。でバンデンハークはこのまま打席に入らせましょう。レアードのツーランで先制点を挙げて2回の裏の守備になります。まあ、筒香は一発があるんで、まあ、警戒しつつも、まあ、ソロだったらいいかなっていうところですね。よし、その筒香をまずは空振り三振。よし、宮崎も空振り三振。倉本もね一発はないと思うんで、まあ、気持ちよくこの回を終えるという意味ではここは確実に空振り三振を取りに行きましょう。で1番角中からの打順、ピッチャーが須田に変わります。これは抜けていくね。で菊池のところは送りバントを決めて確実にランナーをサードに進めましょう。これで糸井がね外野フライでも追加点っていう場面になりますからね。すごい高く上がった。これはバックネットを越えていって最後は変化球に空振り三振。須田は剛速球ですね、決め球が。畠山はセカンドゴロに倒れてこの回結局0点ですね。さあバンデンハーク、まずは先頭打者エリアンを確実に仕留めたいな。これは切れていきます。ボールはしっかり見極めてきますね、エリアも。ただ飛んだところが悪かった。菊池はね安心感ありますね、やっぱり。さあ須田のところで当然のように代打を送ってきますよね。これは音坂でいいのかな。音坂の当たりはライトの頭を越えていく。よし、二塁は刺したのでツーアウトランナーが三塁。ホームランが出ると同点にされてしまう場面なので慎重に攻めていきましょう。まずは切れていく。カウントワンエンドワンから見逃してくれたのは大きいですね。これは落ちるボールで仕留めよう。よし、落ちきりませんでしたが結果スローボールを空振り三振で完封勝ちですね。いやー、バンデンハークがここでリリーフ陣を使わずに済んだというのも大きい。これで3勝1敗かな、今シーズン。どこが今、首位に立っているのかね、分からないですけど、
まあ、いっぱいしてしまってる状態ではあるんで、まずは首位に立つことを目標にやっていきましょうか。さあ、じゃあオーナー観戦試合になりますね。多分全勝してるチームがあるんでしょう。まだ我がワンダーチーム2位ということはね、3勝1敗で2位ということは4勝4連勝してるチームがあるはずですね。開幕から4連勝してるチームが。今日の先発は大谷。なんかね、大谷の時に勝てない印象があるんですよね。まあ、当然大谷が悪いわけじゃなく僕が悪いんですけど。さあ、角中は先頭打者ツーベース。ここは菊池確実に送っていきましょう。で、頼りになる男糸井。よし、これがタイムリーになりますね。畠山の当たりはゲッツになるか。よし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 、相手に守備のミスが出て、これでワンアウトランナー二塁一塁で柳田だ。ああいう守備のミスが出てくれるとね、もう流れが一気にこっちになりますね。どうだ、この当たりは入るんじゃないか。よし、坂本のスリーランが出てビッグイニングになりましたね。もうこの回イケイケでレアードも強振でいきましょう。いやー、なんか久しぶりに大谷ですっきり勝てそうな、幸先のいい、そんなスタートになりましたね。これはゲッツーになるか。ゲッツーですね。なんとかね、大谷まで回したいっていうところなんですけど、まあ、唯一の救いは大谷はね、二刀流でバッティングもいけるんで、まあ、そこまでの痛みはないかなというところですね。間違えた。こういうのの積み重ねが大谷に勝ちをつけられない要因になりかねないんで、しっかり締めていきましょう。ここからは。よし、三振ゲッツー。ここはロペスはボールを見極めてきますね。これは入るか。入っちゃうかな。入るか。意外とボールが伸びていきましたね。もうちょっと失速するかなとも思ったんですが、筒子はボールを見極めてきますね。ここはここはライト前ヒット。やっぱりこのボール球になかなか手を出さなくなってくるっていうのも強いならではなんですかね。前までだともうちょっとね、振ってくれてたかなという印象もあるんですが、落ちるボールになかなか手を出さなくなってきている感じはします。さあ、大谷だいぶ体力消耗してるんでね、そろそろ決めていきましょう。抜かれるか、一塁線。これが2点タイムリーになりますね。ピリッとしないな、やっぱり大谷が。さあ、じゃあちょっとバッティングで大谷には見せてもらいましょう。どうだ、これは桑原が突っ込んできますね。三上はスライダーかな、決め球は。そうですね。菊池の当たりは微妙な当たりですが、ツーベースになります。で、糸井だ。
鳥の当たりは、おー、落としてる。いいね。結構ポロポロしてくれるな、ベイスターズは。もちろん助かるという意味ですけどね。大谷がピリッとしなかったんで、大谷はちょっとこの回で、というか、まあ、1回で終了っていう形にならざるを得ないんで、大谷のところはね、ちょっと残念ですけど、勝ちをつけられなかったんですが、田島を送っていきましょう。追い込んでスプリットを振ってくれればいいんですけどね。振ってくれましたね。三上はそのまま打席に入ってきます。じゃあこの三上は絶対に出したくないんで、追い込んだらスプリットを投げていきましょう。よし、あっさり2回の裏の攻撃をしのぎました。そして坂本の当たりはちょっと上がりすぎですね。もう一伸びあればスタンドに届いたかなっていう当たり。レアードはセンター前ヒット。森の当たりはレフト梶谷の守備範囲です。そしたら、田島のところには代打でバレンティンを送っていきましょう。三上のスライダーの前に空振り。これはうまく打ちましたかね。これで1番角谷へと、角中へと戻ります。これはうまくね、バットにはヒットさせたんですが、ショートゴロに倒れて、ここで守護神マーティンを投入します。梶谷の当たりはツーベース。点差はよしよし、梶谷は変な走塁してくれたおかげでアウトにできた。3点あるんで、まあ大丈夫かなっていう感じもしますけど、ババババババッと取られるときはね、一気に崩れることもあるんで。筒香は2ベース。これはタイムリーになりますね。前回バンテンハグがね、きっちり0点で抑えてくれたんで、ここもね、もうそろそろ切っていきたい。よし、最後は倉本を空振り三振に仕留めて、2戦目も取りましたね。カラクモという印象がありますけど、さあそしたら、ベイスターズとの3連戦の最終カードになります。次はで、どこが連勝を続けてるんだろう。この最終回のドリームペナント6周目もね、しっかり優勝して終わりたいんで、そのためにはまずドリームペナントを優勝して、ドリームファイナルに出ることがね、最低条件ですからね。今日の先発は西の代わりに今日は岸を使いますか。ベイスターズの先発は伊野、決め球はフォーク。よし、角中の足だと二塁はどうだ、際どいけどセーフだね。ここはヒ
ッティングでいきましょう。菊池はよし、幸先よくタイムリーツーベース。でこの辺りは入るか、惜しいな、もう一伸びあればツーランになってたかなっていう辺りですけどね。2球とも落としてきましたか。最後も落としてくるね。ちょっと上がりすぎかな。畠山の当たりはレフト筒香が抑えます。1点2点止まりじゃとちょっとやっぱり心もとないんで、もう 1,2 点取っておきたいですね。ただホームベース上付近でボールを動かしてくるんで、そうそう連続して打てるかというと、危ない。筒香肩いいな、思ったより。どうだ、抜けないか。よし、二塁はセーフ。レアードの当たりはちょっと上がりすぎかな。進塁することもちょっと難しい当たりでしたね。そしたら森だ。最後の強振を空振りに使ってしまいました。エリアンへのセカンドゴロ。初回は3点止まりですね。そしたら岸です。西武にいた頃の岸はね、結構注目してたんですけど、楽天に行ってからやっぱの森本のイメージが強すぎて、ちょっとあまりどういう活躍してるかいまいち把握してないんですけど。抜かれるか。三塁はセーフですね。これでノーアウトランナーが、三塁二塁からロペスの犠牲フライで1点返されましたね。で筒香にはこれは二塁まではいかれないで済むかな。そうですね。ただ2点返されてしまったんでリードが1点だけか。ここねちょっとね操作性見直してほしいとこなんですよね。今のところ、あのどうしても一塁に一二塁間に飛んでいくと二塁手がベースカバーに強制的に入ろうとするんで、そうするとその一塁手が届かないんですよね、守備に。おお、これは強襲したかなと思いましたが、これもですね、さあ負けられない試合なんで、ここは岸にこの回はピシッと抑えてほしいですが、エリアンは落ちる球で空振り三振。戸柱はセカンドゴロで、伊野はここで変わりますか。ピッチャーが伊野は変わりましたね。まだちょっと早いかなという印象もありましたけど、まあ、2回の裏ってことを考えるとここで変えてきたっていう感じかな。まあ、チャンスでもないんでね、微妙なシーン、どっちでもあるシーンかなと思いましたが、さて相手のピッチャーは誰になるかな。山崎か。糸井のあたりは上がりすぎかな。桑原が落下点に入ります。ワンアウト。4番畠山、これはエリアンへのセカンドゴロ。ここまでちょっとあっさりしすぎてるんでちょっと怖いな、3回の裏が。柳田のあたりもセカンドゴロですね。そしたら岸をこのまま3回の裏に続投させましょう。入るか。大丈夫だな。危ないな。いやー危なかった。で糸井がね、二塁に行かせなかったっていうのも大きいけど、これはさよならだ。
やられたー、サヨナラホームランかー。岸、変えてあげるべきだったのかなー。ちょっと今更ですねー。残念。はい。というところで、ドリームペナント6周目ベイスターズとの3連戦をお届けしました。3立て狙いに行ったんですが、最後ね、ロペスにサヨナラホームランを浴びたというところで、ちょっと残念な終わり方をしてしまいましたところはあるんですが、次回はね、なんとか3連勝を決めて、しっかりドリームペナントをまず制して、ドリームファイナルに進出し、そのドリームファイナルも制することができるように頑張っていきたいと思います。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。